よ。本当に襲われたんだ。そう言われてもそんなかすり傷ではな。囚人か。ならますます信じられん。医療官房にはこの木札がないと立ち入れないんだ。お前まだそんなところに。さっさと元の官房に戻れ。こんな顔すんなよ。あんたは俺が守るってばさ。どうだった医療官房は。冷房バリバリか。ほんと天国って感じ。夢なんかここじゃ何の足しにもなんねえ。国理は大丈夫なの？ああ見張ってくれてる人がいる。いつ襲われるかわからないね。一人分空きがある。そして国理をここに入れられればと守ってられるんだけど。美月の国理を収容する棒。ああ、怪我が治り次第ボルトたちの棒に移そうと思う。人が一つ余っているはずだが。それは余っているのではなく、市囚人のために取ってあるのです。動きやすいエリアの方が君たちも都合がいいだろう。囚人は元の官房に戻されるのがルール。元の官房に戻します。理解していただけたでしょうか。ああ恐縮です。もういい、下がれ。はっ。力になれずすまない。正当な理はいかんのだ。あの野郎、お飾り上司のくせに誰がこの城を仕切ってると思ってるんだ。まったくその通りです。意見は無常さんじゃなくてベンガが握っている。コクリさんを元の官房に戻そうとし、ベンガの弱みを探ってみる。何かあるはず。ベンガさん。なんだハイエ。ですがどうしてもと言って聞かないもので。ああ、痛い目を見ることになるぞ。幸運は繊細なんだ。したら逃げてしまうのはこういう音。何が目的だ。コクリを消してくれないか。あくまで前金さ。聞かなかったことにして。残念だな。気のせいか。午後の運動だ。全員外へ出ろ。うん、ずっと部屋の中で体がもうガチガチだぜ。どう？何やってんだよ。出られるぜ鎌田のおっちゃん。うるせえ、俺はまだ16だ。手当たり次第に聞けばベンガの弱みを知ってるやつだって。二手に分かれるか。よし、じゃあ俺は向こうに。聞きたいことがあるんだけど。動いたりしないのよ。もしかして花を守っているの？何も知らねえってよ。僕もダメだったよ。なんだってそんなことが知りたいんだ。前にあいつにぶん殴られてよ。なら協力してやる。ベンガの弱みを知ってんのか？俺は知らない。だが知ってるやつなら見当がつくぜ。看守連中を除けばここではその老名主ドラグよりでかい顔ができるやつはいないのさ。ドラグっつうのか。ドラグの知らないことなんてほとんどないだろうさ。ついたぞ。自分と可愛らしいお客さんじゃねえか。あいつが弱みを教えてくれ。いつに一泡吹かせてやりてんだ。レンガの弱みだ。面白いガキだ。そうだな、ちょっとした根性試しでもしてもらおうか。根性試し。あの灯台が見えるな。気を取ってきてくれ。なんだそんなことかよ。バカ、それは前に何人も。おい、やるのかやらねえのか。やるに決まってるってばさ。灯台は札の張られた鉄線で囲まれてる。ねえならそこの屋根伝いに行くんだな。雲行きが怪しいな。雨がひどくなると看守どもに官房に戻されちまう。あれも混ぜてくれ。どわっ、はあ、大穴狙いとはやるじゃねえか。そろそろ監視どもに見つかるあたりだ。見てえだな。
戦おめでとうよ小僧てめえも負けぬだ寝やがったなこうなることが分かっていたのここじゃ情報は宝そう言っただろうが床に置いて両手を上げろあの小僧これでもう一生この監獄から出られねえなさっさと立て両手を上げてこちらを向けこうなりゃ時間の無駄だ始末しろはっさっきのは一体どうやって教えらんねえってのベンガの弱みをよ面白いやつだこれいつもみたいに保管しといてくれねえか手数料はもらうぞお手紙出しといてくれお前も飽きないな見つけた中には囚人との裏取引の内容が記録されているベンガ君の字でなコクリの官房を写すのを嫌がるわけだうわ待ってください無情様コクリは怪我が完治次第ボルトたちの官房へと移すことにするコクリを襲った犯人の剣が残ってる囚人だってこと以外手がかりなしなんだからな監視長すまないがちょっと気札がないだとすいませんずっと探してるんですが手に渡ったらどうなると思ってるんだ何の騒ぎだ領職員が持ってる気札が消えたそうだボルトどうした3日前に木札が消えて医療官房にいたコクリが囚人服の男に襲われたが医療職員の木札を盗めるチャンスなんてめったにあるもんじゃん倒れた君を運ぶため医療職員がここに来たんで唯一開いていたのは